はいどうも、白滝です。今回の動画は10月8日金曜日にガチャ更新がありました。まあ、その中に宮西選手が追加されていまして、まあ、シリーズ2から能力がねかなり変更されたということで、まあ、それらをですね紹介していこうかなと思います。動画の後半はアニバーサリープレイヤーで絶対に獲得すべき選手、まあ、打者と投手をですねランキング形式でまとめたということで、まあ、それらもね最後まで見てもらえばなと思います。まあ、アニバーサリーがですね楽しみだよという方、まあ、そしてですねアニバーサリーまでに、まあ、1回だけでもね、まあ、高評価1000いきたいということで、まあ、ぜひともねご協力の方もよろしくお願いしますということでやっていきましょう。10月8日金曜日に三塁手の追加がありました。まあ、S ランクの、ね、選手が追加されれば S ランクから D ランクの選手が追加されます。まあ、その中の C ランクに宮西さんが追加されていました。9月の初旬にアニバーサリー総選挙というものがありまして、まあ、ユーザーが、ね、選んだ選手が10月の限定セレクションに登場する。まあ、最初はですね日ハム枠宮西さんが、ね、選ばれていたんですけれども、まあ、イベントが、ね、進むにつれて、まあ、三つどもえ最終的に日ハムで登場する選手が上沢さんと、ね、伊藤さんに決まりました。その宮西選手の能力になりましてシリーズ1の時の能力が9位から82、80、64シリーズ2の能力になりまして C ランクの選手にある数値をプラスすれば S ランクの能力が判明します。 G ランクの場合プラス25すれば S ランクの能力が判明するということで9位から80、78、63で登場します。宮西選手に関しては前半戦でかなり不調でして、まあ、シリーズ2から能力が下がるんじゃないのかなと言われていたんですけれども、まあ、そんなに能力はね下がっていません。80、78、63で登場しているということで、まあ、リーグオーダーにガンガン入ってくるステータスになります。球種の方になりまして大幅な変更点があります。まず1つ目が片方こういった、ね、球種が追加されています。2個目が斜めに落ちる球種になりましてシリーズ1が進化でシリーズ2がスクリューに変更されています。第1球種のスラーブには、ね、変更はないんですけれども第2球種のスラーブこれが、ね、変更されています。まあ、球種の球威が C から B になっています。いろいろ気になる変更点がありまして、まあ、一番、ね、気になるのが加藤法、まあ、これは、ね、一体どんな、ね、曲がりをしてくるのか、まあ、あとはですね加藤法の由来これについて話していきます。ツイッターの方で映像を、ね、お借りすることができたので流れていると思います。横方向の球種の場合は真横に、ね、曲がる球種と、まあ、斜めに落ちる球種、まあ、例で言えば大野選手のツーシーム、まあ、あれと、ね、同じような軌道になります。加藤法の軌道は、まあ、ツーシームになっていましてこの、ね、名前の由来、まあ、加藤という、ねまあ、選手が日ハム枠にいまして、まあ、その後輩の加藤選手から、まあ、教わった、ね、球種ということで加藤法になります。宮西選手の新球種加藤法についての、ね、解説は以上になります。次に気になる球種がスクリューになりましてシリーズ1が進化でシリーズ2がスクリューこれ、ね、何が変化したのか。シリーズ1のシンカーの特徴としては高めから投げても低めから投げても、まあ、これはですね変化量は変わりません。シリーズ2から追加されたスクリューこれね高めと真ん中そして低め、まあ、これによって変化量が変わってきます。斜め方向で落ちる球種で強い投手の例としては石川選手、まあ、あとはですね内海選手、まあ、内海選手のようなタイプになってくるんじゃないのかなと思います。高さによって変わるスクリュー、そして片方の追加、でも今まで通りの、ね、スラーブ2球種、まあ、特殊能力は、ね、C ランクということでまだ、ね判明していないんですけれども、まあ、タイピンチがつけば、まあ、今後もです、ね、ランク戦で使えてくる投手になります。アニバの日ハム枠は伊藤さんと上沢さんに決まりまして、まあ、最後ですね三つどもえで、まあ、かなり接戦していて、まあ、宮西さんはね結果3位になったんですけれども、まあ、もし宮西選手がアニバーサリーで選ばれていたのであれば、まあ、かなり獲得していた方は多かったんじゃないのかなと思います。後半戦になりましてもうすぐすれば6周年そしてアニバーサリープレイヤーも開催します。まあ、アニバーサリーで絶対に獲得すべきおすすめの打者おすすめの投手、まあ、これをですねランキング形式で発表していきます。まずは投手の方から発表していきます。その前に条件がありまして、まあ、今現在ねプロスペース戦リアタイ勢とリーグ勢というものがあります。でリアタイでも使えてリーグでも使える、まあ、このねどちらも使えるという条件でランキングを作っています。
3位に選んだ理由としては、ステータスのタイプ9位から83、60、67の9位型 QA で登場しています。無課金、美課金勢が集める投資の、ね、リーグオーダーにはテンプレートがありまして、まあ、9位型 QA の選手を8名、まあ、その他ね、球種の9位 B 以上が多い方、これはね、変幻自在というコンボに必要になるので、まあ、残る3名はそういったね、選手を入れていってください。これがね、投資のリーグオーダーのテンプレートになります。アニバーサリーの選手が決定した時は S ランクの松井裕樹選手が登場していなくて、まあ、S ランクがですね、登場すれば全ての特殊能力が判明します。特殊能力が伸び、対ピンチ、奪三振になりまして、まあ、第2特能にですね、対ピンチが追加されています。この対ピンチというね、特殊能力がランク戦で強くて、まあ、球種の方を見てください。カットボール、スラーブ、スライダー、サークルチェンジ、ストレート、まあ、ストレートの球も A 以上ですし、まあ、あとはですね、変化量がね、大きいスライダー、まあ、投手適正の方になりまして、まあ、先発、中継ぎ、抑え、まあ、どこでも起用することができる。第2球種がカーブとフォーク、フォークもね、シリーズ1から変化量上がっていまして、まあ、対ピンチを持っていて、まあ、これだけの変化量、まあ、変化量も大きい、まあ、発動した時は、まあ、かなりね、打ちにくい投手になってくると思います。もし第3特能が対ピンチの場合は、アニバーサリーはですね、第3特能は限定のね、特殊能力になります。まあ、対ピンチがね、消えるんですけれども、まあ、通常の第2特能に対ピンチがあることによって、まあ、評価はかなり上がっていると思います。投手で取るべき選手2位が千賀投手になります。9位スタミナの同値、さらに9位型9位 A ということで、まあ、リーグ評価は S になります。千賀投手はランク戦全国大会で、まあ、よく使われる投手でして、こちら見てください。まあ、登板数1位が、まあ、千賀滉大選手になります。球種の方になりまして、ストレートね、160以上、そしてフォーク見てください、変化量もマックスで、ランク戦全国大会でね、打ちにくいと言われている、まあ、ツーシームを持っています。特殊能力の方になりまして、シリーズ1の第3特能がタイピンチ、アニバーサリーで、まあ、タイピンチがね、なくなると思うんですけれども、それでも全国大会やランク戦で使えてくる投手なので、まあ、獲得すべき選手2位が千賀投手になります。そしてアニバで獲得すべき選手1位が山本由伸投手になります。エキサイティングプレイヤー、侍ジャパン、アニバーサリー、ベストナインタイトルホルダー、まあ、これらに出てくる通常の選手はプラス1の補正がありまして、まあ、プラス1補正があることによって9位から85、80、85で登場します。9位スタミナの同値、さらに9位型 QA、 オールステータス A ということで、まあ、リーグ評価は S になります。投手適正と球種の方になりまして、まあ、限界突破すればね、中継ぎを起用することができます。まあ、一つですね、ポイントがありまして、ツーシーム、年々ツーシームの変化量が小さくなっていまして、まあ、それでもですね、ツーシームとスプリットを持っている、まあ、ストレートもね、150キロ以上出ているということで、まあ、ランク戦で使えてくると思います。特殊能力の方になりまして、伸び、キレ、対強打者、まあ、アニバのですね、限定のね、特殊能力が第3特能につくので、まあ、対強打者なくなるんですけれども、まあ、山本由伸投手をね、持っていない方からすれば、まあ、獲得する価値はあります。アニバーサリーで、まあ、獲得すべき選手、リアタイでもリーグでもどちらも使えるという条件で、1位が山本さん、2位が千賀さん、3位が松井さんになります。獲得すべき選手打者の方になりまして、3位がビシードさんになります。プロスピエースで一番最高なステータスがミートパワー AA の同値になりまして、ビシードさんはね、アニバ補正によりミートパワー AA の同値になります。 D ランクということで、守備数値にプラス20すれば S ランクの守備数値になります。まあ、S ランク時はですね、なんとファースト B で登場します。特殊能力はシリーズ1とシリーズ2あまりね、変わらないことが多いので、まあ、ビシロさんは広角とパワーヒー、これを持って、まあ、シリーズに登場すると思います。ミーとパワー AA の同値ということで、リーグ評価が高い、さらに守備範囲 B、 広角パワーヒーを持っているということで、リアタイでも使えてくる、まあ、リーグもリアタイでも使えてくる、ビシロ選手が3位になります。他にも強い選手がいまして、まあ、3位でね、結構迷ったのが鈴木さんと吉田さん。まあ、鈴木さんもですね、称号で、まあ、一応ね、ミートパワー永遠の同値することができまして、まあ、称号というね、一手間があります。まあ、だがね、ビシオさんは元々のステータスで同値 AA なので、まあ、無課金、美課金者にとっては、まあ、使いやすい選手になります。吉田選手もミートパワー AA で弾道アーチスト、まあ、リーグでもリアタイでも使えるんですけれども、まあ、どちらも兼ね備えたのが、ビシオ選手になります。打者で獲得すべき選手2位が村上さんになります。アニバ補正によりミートから80、83、71。
守備適性と守備能力はこういった数値になっていまして、まあ、シリーズ2からね、村上さん弾道が変更されています。パワーヒッターからアーチスト、でまあ、特殊能力もね、アーチスト、広角打法、チャンス、ランク戦でまあ使えてくる広角打法、さらに弾道がアーチスト、アニバ補正によりミート、パワー、AA、まあ、3つのコンボにね、携わることができまして、まあ、称号でね、同値することもできる。これだけね、強いステータスと特殊能力、まあ、ランク戦でもリアタイでも使えてくるということで、まあ、個人的ランキング2位になります。アニバーサリーで一番ね獲得すべき打者1位が柳田選手になります。センターの守備範囲もシリーズ1からね変更されていなくて、まあ、シリーズにも守備範囲 B で登場します。特殊能力もシリーズ1と変わらず登場すると思います。まあ、第1特能にアーチストで、第2特能広角打法で、第3特能はアニバの特殊能力になります。アニバーサリーの打者でもしね迷っている方がいるのであれば、まあ、柳田選手を取ってください。まあ、リーグでも使えてリアタイでも使えてきます。はい、ということで、まあ、アニバーサリーについて話しました。まあ、最後まで、ね、見てくれた方々ご視聴ありがとうございました。まあ、よければですねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回は以上。